こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、こちら、アシェットの週刊グレートマジンガーを作る、こちらの22号が届きましたので、こちらの作業をやっていこうと思います。で、今回も引き続き足の組み立てっていう形になりますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、それでは22号ですね、やっていきます。22号は膝の組み立てということで、履いてるパーツはこんな感じになります。膝の後ろ側のパーツですね、になるので、これを組んでいきましょう。で、一応裏側に L と R の刻印が入ってるので、これを間違えないように組んでいきます。はい、でよいしょ、から、ね、L の方を出してきまして、で、ここに組み合わせると、よいしょ、組み合わせてあげて、でネジで固定していきます。今回もね、ネジはまたしても金属用のね、ネジが入ってますので、舐めないように気をつけながらやっていきましょう。これはもう多分最後までこれなんでしょうね。よいしょ、ただここにネジ入れて締めていくと。よいしょ、よいしょ、こことここの2箇所ですね、2箇所にネジを入れてあげて、ネジで固定していきます。前回も言いましたけどね、プラに金属ネジを、金属用のネジをねじ込むんで、締めすぎるとすぐに舐めてしまうんで、まあポイントコツというか、まあ目安としては、六角レンチでこう締めていって、こっちの短い方でグッと締まるぐらいで十分だと思います。これ以上締めると舐めます。本当だったら、ここから持ち替えて、こっちでギュッて締めるっていうのが基本ではあるんですけど、それやるとね、多分舐めちゃうんで、もう、これでギュッて締めるぐらいで十分だと思います。はい、こんな感じ。そしたら、右も全く同じことなので、右も同じようにやっていきます。はい、そしたらね、こっちの R、右の方も組み終わったんで、これで今回の作業は終了になります。はい。で、次の23号では、股関節左の組み立て位置ってことで、まあ、左なんで、左側の方のこの上ですね、の組み立てをやっていくって感じになるみたいです。多分関節系とかを全部組み終わった後に、後ろのカバーをかぶせて蓋をするっていう感じになるのかなと思いますので、また引き続き作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。